こんにちは、そっか、軸のコブです。今回もね、令和新選組の山本太郎さんの発言から、ちょっと私なりにね、えー、反論してみようかと思います。まあ、私は令和新選組と山本太郎さんは9割ぐらいはね、好きなんですけども、ただ爪が甘いというかね、うん、なんかその、空虚な論を語ってるんですよ。要するに、根底にあるのは妄想なんですよね。で、その妄想で、弁舌が上手いのと、それから多くの人の人の心を引きつけるようなね、演技力、 これによって、えーまあ、ファンが集まってくるわけなんですけども、まあ、そもそも発信地ってのが、まあ、あのお遊びなんですよね、まあ。本気でやってるんでしょうけどもうーん今回もその件が結構出てるんですよ。えー、例えばねこれ山太郎さんは「武力による解決ではなくて外交だ」とか言ってるんですよ。山太郎さんね「外交だ外交だ」って言うんだったらあなたが外交してくれればいいんですよ。 もももうそもそも日本国民ですら納得させられてない山本太郎さんが外交だとか言ってもね説得力ないですよかといって私も暴力を肯定してるわけではないですよでもすでに始まってしまった戦争ってのはそう簡単には止まりませんよね山本太郎さん一人がねどっかで何かを喋ったら止まるんですかってことなんですようんで今起きている戦争は 私もどうすればいいのか分かりませんただね今必要なことは周辺地域の緊張を激化させる軍事増大ではないっていう判断は甘すぎるし空虚なんですよここがまず世界の国際状況ってのはね軍事力がないところは無視されるんですよこれはね軍事力によって評価されるお互いを評価しているっていう基準がまだね残念ながらあの原始時代なんですよね おしゃべりが上手な人、つまり外交が上手な人に全てを委ねるっていう風なところまで成熟してないわけですよでこの外交でうまくいかなくなったからミサイルが飛ぶわけなんですよねお前と喋っててもしょうがねえよこのやつ実力行使だみたいな感じじゃないですかあともう一つ言うとですね言論だって立派な暴力だと思いますよ言論によって人はお亡くなりになったりとか 生きるるを失ったりすすわけじゃないですかだから外交つまり喋りで勝てればいいってもんでもないんですよね口下手な人が世の中にはいます体力的にちょっと衰えた人がいますみんな違うんですよじゃあ喧嘩は不公平だけども喋りで勝った負けたは不公平じゃないとでも言うのかってことですよねつまり外交をするにはその一部に 軍事力の均衡っていうのは絶対必要なんですよ。それから経済力の均衡ってもいるでしょうね。均衡ってのは100万円持ってる人と100万円持ってる人っていうふうな単純なものでありません。いろんな組み合わせの中で決まっていくわけなんですけども。まあやっぱり山本太郎さんね、本当にいい人だと思うんですけども、ただやっぱりもうちょっとね、あの、本質論を語った方がいいかなと。つまりは、外交だ外交だって言うけども、じゃあ誰にどんな外交をしろって言うんだって話なんですよ。 結局はこの人は自分で外交ができない立場からね、外交してる人に矢印を飛ばしてるだけっていうふうになっちゃうんですよね。で、日本経済を徹底的な、あ結局、積極財政で復活させ、それを軸に周辺国との協力や信頼関係の上造を強化する徹底した外交こそ、うん。私はこれは大いに賛同ですよね。もっともっと、 財政政策を取ってですね、強い日本になることによって、経済的な背景と、ね、その経済的な背景を使ってですね、あの日本という国が今はあの軍備増強してないけども、その気になったらやっちゃうぞっていうふうに、武力で物を言わしているような国にも匂わせた方がいいかなと思うんですよ。日本は山本郎さんの言うように、どん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 、 軍事費にお金をつぎ込むみたいなことはしないけどもそれをしたらどうなると思いますっていうふうなところも外交の一つのパワーだと思うんですよね例えば国内で武器産業ってのがいつでもできるような体制ものづくり日本を取り戻すとかねそれから資源も日本国内で調達できるよみたいなことにするとかね、まあ、ある意味日本独自で歩いていけるような形を 取るために財政政策をし日本国民一人一人の魂を磨いていくこととやっぱ賢い人をいっぱい作っていかないといけないですよね、まあ、そして優しい人ですよねあのなんだかんだと言ったらね反論して山もたらさみたいに何か、あのー、みんなで何かしようと思ったら目立ちたいがためにですね逆張りしていくみたいなのはもう安っぽいなと思いますよ。いや本当にそう思ってるるところがあるんならいいんですけども なんかもっともっとね、外交だ外交だって言うんだったら、何にでもかんにでも噛みつくことを自分たちのポリシーとするんじゃなくって、なるほどそういう意見もありますねっていうふうに、時にはね、あの、懐に入った方がいいと思うわけなんですよ。と考えると山田さんの、いわゆる演説は上手だけども外交ベタってのが出てくるわけですよね。他の党とどういうふうに仲良くやっていくかなんて全く考えてないわけですよ。山本田さんの、レア新選組に、 まあ一本化しようとしているところで考えてすれば、ちょっとそれも乱暴なんじゃないかなと思いますしね。まあ今の時点で私もね、どうすればいいのかわかりませんけども、何でもかんでも、外交だ外交だじゃなくて、外交に至るまでには、やっぱ血なまぐさいところもね、通らざるを得ないような時代なのかもしれませんし、やっぱ嫌ですけどもね。ただそこで拳を振り上げてるだけじゃ何も始まらないんで、まずは、 日本国内の国政政党の外交によって山本太郎さんがもっともっとね力を発揮してもらってなるほど彼の言うことはもっともだと言えるような外交力を日本国内に対して示してて示もらいたいいたなというとうころですね、うん、私はまあ,あの山本太郎さん好きなんでねレア新世組もやっぱり好きなんでね支持したいんですけどもでもいまいち ちょっとこう筒抜けなところがあるかなっていうのは否めないかなと思いました。まあ皆さんどういうふうにお感じですかね。私もエレガン先生組とか山太郎さんに対する評価ってほんと日々変わってるんでね。なんとも言えないですけども。はい。じゃあ聞いていただきましてありがとうございました。